おはようございます。おはようございます。本日は、はい、リベンジと言いますか。リベンジ、やっぱりあのお正月にね、私は福袋というものを買いに行ったわけでございます。うん。そしてまあこちらのお店、新速、あの新速です。新速、新速です。新速、はい、新速さん。まあちょっと渋かったかなと。ああ、福袋が、うん、なんかもう在庫処理みたいな感じだったんですね。そうそうそう、確か。だからもうここでオリバー買ってきたと。買いました。なるほど。まあさすがに福袋はまあ在庫処理は100本ずつ置いといて、オリパもちょっとね、強くないとっていう。確かに手抜いたら困るぞと。そう、まあオリパはね、もうお店の看板みたいなもんですから。そう、まあこれがしょぼかったらもう客は来ませんわねっていう。まあ確かに、もうボロかす言いましょうよ、そこは。もう言ったらほんまほんまや、ほんま行くで。ほらほんま行きます。行くで。え、ちなみにこれは何口いくらなんですか。2500円。おお、一口。結構重いな。重い、ライトヘビーぐらい、ライトヘビー級ぐらいの感じ。まあ、軽いんやない。そのどっちかというとライト級ぐらいですか。まあ、軽いんやない。2500円で大当たり、はい、リーレン全力。うわー、全力ね。でソルガレオ&ルナアーラの PSA10。 あ、 PSA10 です。何口あるの。170口。やばいな。で他シャイニートレジャーがおそらく30ボックス。あー、なるほど。このボックスで元を取ろうとしてくると。その他シャイニーって書いてあるから、シャイニースターの可能性もあるな。シャイニースター V、うん、シャイニースターで言う人はだいぶやばいですけど。でシャイニーしか書いてへんから。あ、なるほど。トレジャーとは書いてないんだ。うん、なんか他あるんちゃう。なんかシャイニーなんかないか、ボックス。シャイニースター、シャイニートレジャー、ウルトラシャイニーとかなかったの。あ、ウルトラシャイニーあったかも。なんかありましたね、そんなの。そういえば、あとなんだろう、ウルトラ、まあ、あとは V ユニとかですもんね、あのまとめは。うん、ウルトラシャイニーってリーリー入ってるじゃないですか。GX ウルトラシャイニーだから。でもあるかもしれない、だってシャイニーしか書いてないから。まあまあまあ、確かに。あ、リザードン GX、 ブラッキー GX、 白な。あ、リーレーのあれか、別のやつからしい。ということで、まあ開けていきましょう。はい、どう開ける。何口買ったんですか。40。40、まあ、20ずついきましょう。じゃあ開けたい。開けたい。やっぱ僕全力引いてるんで、また全力引きに行きますわ。全力引いたっけ。引くじゃないですか、ブルーロケットで。ラスト。ああ、あれか、もう記憶がありません。じゃあ20。どっちがいい。おじさん目じゃん。あ、もうこっち。はい、じゃあ先開けます。あ、おお、そうなんだ。先開けると思ったやろ。そんな思い通りにはいかんから、ね、世の中。ほらほら、いや違う、今切り替えてるんです。ああ、ああ、重たい重たい。いきます。はい、はい、外れ。まあまあ500円、外れはまあ SR ですね。600円か、引き換えなんてね。ボックスは最低欲しいですよね。でもこれ結構170口あるのに、当たりがその2枚しかないって結構きついですね。まあでも引き換えもあるから。ウルトラシャイニー。シャイニー取れちゃう。ウルトラシャイニー。こっちは期待してるからね、ウルトラ。まあね。裏は。170口って結構あるな。え、ちなみにどんぐらい売れてました？わからん。わかんないんだ。もう早速？でも2択やろ。あ、トレジャーね、すーごい分かりづらい。シャイニートレジャーか。トレジャー、まあこれ当たりですもんね。でもこれ2500円やん。うん、だから定価で買うよりも安いっけね。そうっすね。あれ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 、え、うおー、トレジャー、すごいな。2枚連続抜き、トレジャー。結構有料何十ボックスしか。えっ、ー、早っ。こうなると結構確かに、トレジャーボックス欲しい人からしたらめっちゃ嬉しいですね。すごいな。あれ、え、トレジャー、トレジャーか、びっくりした。トレジャーやんな。トレジャーって書いてますね。白黒やな、なんか大丈夫か、急に元気なくなった。ああ、まあさすがにね、ビッグエンド。やば、もう4ボックス回収したのか、すごいな。あ、あれ、トレジャー、これ30ボックスしかないんですよね。うん、え、目で引きすぎじゃない。トレジャー、もう5抜いてますよ。ワンチャンワンカートンぐらいいけるんじゃない。12いけたらやばい。あ、20なのかですか。シャイニーは20はきついな。20は無理っすね。メジェ、どうした、どうした。メジェ、これやってます。そのやってます。あれなんですよ、そのこれやってます。ちゃっかり控えてもらっていいですか。やってます。反応に困った今、めちゃくちゃすごいな、これワンチャン。これトップレアですよね。うん、と、まああと PSA10 があるけど、 PSA10 も抜いたらもうだってね、これだから引き返すよね。PSA10 の可能性あるってことや。トレジャー、トレジャーね。当たりすぎやろ。いや、てか普通に全力引いたらやばいな、170分の。トレジャー、やばいな、トレジャー。え、出すぎじゃない？ちょっと心底本気出してきてません？急に。え？
ありえないぐらい引いてますよ。やっぱりその福袋の動画で、あ、これは改めなあかんと。なるほど、そう思ったんかもしれない、ほんまに。いや思いすぎでしょこれ、ちょっとやばいやばい。それじゃあ、出すぎでしょ。それか名人の秘訣強いのか。170分の34なわけやん。170分の34。そうですね、そこそこの確率ではある。あ、おー、これちょっとびっくりするな。もうてか、もう逆に出ないんじゃないかなって言ってて、出るんかな、もう。あー、なるほどね、 B にゃ。わし終わり。はいはい。いやでも十分すぎる引き付けよね。1、2、3、4、5、6、7、8、9。え、出しすぎだって。で、4万5000ですよ、もうこれ単純計算、まあ4万5万ぐらいか。まあ単純で、こっちもあるから全力で、でもプラスやない、これもう10万超えてますね。うぇ、やば、もう勝ったじゃん、20口で終わった。だってまだ半分あるもん。確かにこのペースでいったら、え、マジでワンカートン。まあでもちょ、名人の方さっきね、皆さん気づいたと思うんですけど、名人がこの半分半分で分けてたんですよ、これを、うん、そうよね。名人がわざと自分の方に当たりを固めたっていう説は。え、でも俺選ばしたよな。いやだから、それ心理的にやっぱその、どういうことよ、左と右にあったじゃないですか、うん、名人は左をこう自分の方に寄せてて、わざとこっちにこう出して、お前もこっち選べよっていう、その人間の心理を利用してこっち選ばせたんですよ、僕に。っていうことはやっぱそんなことあるかい、自分の当たりを固めにも先にカンニングしてたっていう説ある。そんなことあるかい。ちなみにやけど、これあの、はい、引き換え券の時に、はい、触ったらボコってしとるから分かるんだよ。あ、そうなのか。なるほどなるほど、シールが貼ってあるからってことですね。そう、結構ボコっとしとるから。しかもこれあれっすね、はい、腹張りね、あの、ありえないぐらい反ってるんで、その外れカードが、うん、だからもうこれもう向かなくても分かるっすね、正直。うわ、これもだってもう外れだもん、ほらほら、ネオランド。あ、これいいな、光っとるから。そう、光ってるからやっぱ反っちゃってますね。あー、トレーナーね、ここでなんかレア来てほしいけど、はい、ないない、あ、ない、いや、もう分かんないじゃないですか、その間違えて入れてる可能性もあるじゃないですか、そのお店。それはない、もうむちゃくちゃやん、そんな。あ、これちょっと反ってない、あ、反ってるわ、出ませんね、ブリモンね。いやいやいや、名人、自分で固めてもらわれても困るんですよ、その固められて。その言いがかり、はい、すごいね、マスター、ね、いや、でも言いがかりつけないと、もう俺の方の取れ高ないでしょ、こんな引かれたら。正直、もうどっぷりは引かれてるんだし、ボックス9個は出しすぎなんですよ。ですからね、もう無理なんですよ、その言いがかりをつけないと、もうだって超えれないから、もう何を。あ、来た。いや、わかんない、これ PSA 点です。4、せーの、はい。あー、ここ PSA 点来たらさ、はい、この動画公開したらもう終わりやで、これ。いや、確かに、もう売れないっすよね。あ、これ、反ってない。あ、反ってた、光ってるわ、フーはね。まあ、じゃあ、あと個人的な意見なんですけど、このスリーはあんまり好きじゃないな。なんで。なんか、はい、あー、千里も、千里の先も一歩までってやつですね、道もですね。千里の先も一歩まで、めちゃくちゃやだよ。いきます。はい、ちょっとですね、なんかこれあんま好きじゃないんですよ。なんかわかります？わからん、このテカテカというか、プレイヤー目線でってこと？いや、なんかオリパ剥く時もなんかあんまりこのスリーブは好きじゃないですね、個人的に。安っぽいってこと？まあ、ちょっとそうですね。あ、これ当たりだ、ほっこりしてる。これはどっちかですよね、うん、せーの、はい。あー、手すぎやろ。11ボックス目引きすぎですって。これもう取れちゃう、引きたいもん。半分いくぞ、いきますね。おい、元が来た、うん、いきます、せーの、はい。あー、1ボックスね。12、お、分厚いこれ。12、あと、あれ、え、あれ、名人これ、え、え、2個入ってんすか、なんで。え、なんで、え、なんでこれ大当たりちゃうんか、これ。あれ、だってほら、え、なんで、え、これ入れ間違えてる、お店の人。これもしかして確定演出ちゃう、PSA。 あ、そういうこと、これはソルガレオ。あー、これちょっと当たりだ。え、こっちはソルガレオ確定演出やろ、これ。あ、出たのや。おお、え、2枚入ってる、そんなことあるんだ。いきます、せーの、はい。うわー、シャイン。あ、普通に多分間違えてるわ、これ。え、お店の人間違えてますね、これ。2個入れちゃってる。ちょっと隠しなんかな。あ、隠し、え、そんな遊び心あります？だってお店からしたら鬼マイナスしてますよ、これ。500円ぐらいいっか。優しい。あ、トレーナー、これハカケンかな。あー、ジャッジマン、これ新しいジャッジマン、シャイニートレジャーのジャッジマンっすね。俺結構好きじゃんすけどね、このデザイン。15ボックスいこう。今何ボックスですか？12とかじゃなくて。はい。あー、ズミさん、俺の あの小学校の同級生石ズミさんって人がいて、ズミさんって言われてましたね。うん、残り3口です。本当にでもさっきの間違えてたっぽいです。もうだって1パックしか入ってないもん、基本的に。あ、オンバーね。残り2。当てろ。当てたい。PSA 点。もう当たりもぎ取って帰りたいな。はい。
いやー無理か。いきます、せーの、はい。根こそぎ行きたいな、こうなったの。そう、 PSA ラストです。 PSA PSA、 あの反ってるなこれ、だいぶ反ってるな。ありえないぐらい山反りしてるなこれ。せーの、はい。あーみくり姉さんと、はい。ということで、名人の方からあの当たりを吸収させられたんで、僕の方はボックスが立ったと。でもまあでも俺2枚箱引きましたよね。2枚パック、伝説やで、オリパ伝説ですよ、オリパで2枚箱は伝説やと思う、ほんまに。13ボックス入れました、名人。13ってことは5000、まあ5000、まあ、5500円ぐらいなんですよ、確か。ちょっと高いんですよね、計算しよう。5500円、71500円で、リーディアン全力がだって今8万ぐらいするんじゃないですか。高すぎん？だってこれ外、ってかめっちゃ綺麗だなこの全力。リーディアン、めちゃくちゃ綺麗このカード、全力マジで反ってるけど、ちょっと、カードラッシュ在庫あり79800円ですよね。でもまあ、ここ買い取りだと足すことの79800円は15万、やばい、爆勝ちです。300円、まあ買おうとすると、そう考えたら新速のこのオリパめちゃくちゃ良かったのかもしれないですね。それか引きがバグりすぎた、当てすぎたんちゃう、さすがに。まあ確かに全力抜いたらマイナスですもんね。まあまあちょっとマイナスやな、他打っても、うん、まあでもボックスが出たこと考えたらワンチャン引けるかもしれないから、結果的にはプラスになるかもしれないと。13ボックスだったらナンジャモはさすがに 1,2 枚ぐらいは来るんじゃない。ナンジャモ今もすごい値段落ちてて、そう、ね、クローブの回答表だと 28,000 円です。安っ、もうすごい値段落ちてる。まあやっぱクレイバーストの時のイラストの方がやっぱね可愛いっていうの、そうな、声が多くてあっちの方が多分高くなってるんじゃないですか。だから今 28,000 円とかなんで、あの SR、 そう、まあ、出た当初はね 5,6 万とかでした。下回ったらな、リザードンも一緒ぐらい、ちょっと低いぐらいか。そう、うん、だからまあ下がってますね結構。開けると回収するのはだいぶきつそうですね。まあワンチャンありますけどね、バナナで手に入れるんで。ラスト、はい、光るコラボレーションいきましょう。はい、お願いします。前回と一緒ですかねこれは。あ、でももうすぐな完売っすよ。うん、まあもうすぐって7800ちゃう、240万分ぐらい。名人らしい引きですね。これ引いてますか、ね、今日とか引いてるっていうと、あ、その全力を、うん、いやいや、そのネットリパとこれは別物なんですよ、名人。一緒にしちゃダメなんです。ここは違う、あれで望まないと、気持ちで。ワンチャンある、これここ、うわー、もう一回、うー無理か、一緒やね。はいはい、ということで、すごい本気出してきたな。え、これちょっと開封しましょうよ、次の動画とかで。まあ、もしいけたら、余裕があったらな。そのやっぱやるにも労力っていうものが必要だから。まあね、ボックス13個、そう、今からまあ秋葉まで行って、てかもうこれ開けて多分公開する頃には診断出ちゃってますね。まあ確かに、ポケ感なんかもう置いといてもいいかもしれない、もはや。まあ確かに、いつか開けるかもしれないから、そう、まあ誰かとみたいな。まあ確かに、まあ、何かに使うかもしれない。次正直あのボックス早めに開けたいですもんね、診断の。ああ、うん、うん、これ開けてやっぱその診断出てるんで、この動画出しちゃったらね、意味わからんもんな、ちょっとね、うん、微妙なんでね。ワイルドフォース、サイバージャッジ開けたいですね。まあ完全もうトレーナー用のボックスですけど、今回はエンテイたちやろ、そうっす、ウガツホムラね、ウネルミナモ、タケルライコス、うん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 、専門用語は取り返すぎ、いや、ポケモン名前です、専門用語難しい、じゃあエンテイじゃなくてウガツホムラなんで、エンテイとライコとスイック、いや、じゃあタケルライコとウネルミナモなんで。その名人ちゃんと勉強してもらっていいですか。ちゃんとゲームしてもらっていいですか。厳しいな、お前やったっけ。いや、ダウンロードコンテンツそれやってない。その本編とは別で、そのまた課金してダウンロードコンテンツやってもらって、それやってない。あ、終わりましょう。まあまあ、まあそうですね、いつかね、うん、やるかもしれない、これは。まあいつか、まあ、シャニー取るじゃん、普通に。確かに、眠らしておきますか、明日の山積みになってるとこ一緒に、うん、うん、じゃあ、さよなら、はい、ありがとうございました。